新潟医師は2003年に発表された新鉱物でフォッサマグナミュージアムの鉱物学者宮島博士などにより新潟県の糸井川大見地域から発見された化学蘇生はコスラル3王で単車小継単車排スダレイシサブグループに属し含まれるカルシウムの半分がストロンチウムで置換された種に相当する和名は産出地の県名から命名された 発表当時は、学名も、新潟いテとされていたが、2006年に、緑イシグループの故障変更により、学名は一旦、クライナゾイジットマイナスとなった。しかし2016年に、再び命名規約が変更され、新潟いテの名称が復活した。clinoz o i s i t e o n m i n d a t o r g クライナゾーイジットインザハンドブックオブミネラロジーハットクライナゾーイジットデータオンウェブミネラルハット宮島、H.A. エトール新潟いて、コスラル 3O SR アナログオブクライナゾーイジットエニューメンバーオブザイピドテグループスロムザイトイガワオーミディストリクト新潟ガタプリフェクチャーセントラルジャパンジュールミネラルペトロールサイ98 118から129、日本から発見された、新興物たち新潟市新潟大手、浜根大介、東京大学物性研究所、電子顕微教室。ありがとうございます。